キミンは、中国のシリアルキラーで、1999年から2003年の間に、67件の P 人と23件の霊 P を犯したことを自白し、67件の罪で死刑を言い渡され、モンスターキラー、と呼ばれた人です。子供の頃のピンインは、家庭こそ貧しかったものの、賢くて内向的な性格でした。1985年に17歳で学校を中退し、家を出て、中国各地を旅しながら労働者として働くようになりました。しかし、1988年から窃盗を始め、1991年に窃盗の罪で労働収容所に入りました。1996年に破合 B 未遂の罪で5年の実刑判決を受け、1999年に釈放されています。釈放後から、人の命を狙うようになりました。夜になると被害者の家に入り、農民を中心に斧やハンマー、スコップなどを使って、時には家族全員を始末することもありました。犯行時は癖があり、毎回新しい服と大きな靴を履いて犯行を行いました。2002年10月には、父親と6歳の少女をシャベルでピーし、妊婦を乱暴しました。そして2003年11月3日、警察がパトロールしていた際、不審な行動を取ったため拘留されました。尋問していたら、このピンインは殺人容疑で指名手配されていることがわかりました。ピンインは緊急逮捕され、その犯行内容から、モンスターキラー、とメディアで報道されました。その犯行内容は、65件の P 人、23件の 5P、5件の重傷を負わせた罪で、世間を騒がせました。また、5P しすぎたせいか、ピン・インは HIV に感染していました。2004年2月1日、67件の P 人と23件の 5P 罪で有罪判決を受け、死刑判決が下されました。中国の公式メディアは、彼が中国史上最悪と報道しました。そして、2004年2月14日に銃殺刑でこの世を去りました。ピン・インの動機は、彼女と別れたことによる社会への復讐だったと語りましたが、そもそも窃盗癖があり、それを彼女に知られたからでした。人を殺した時、欲を感じた。これに触発されて、もっと殺そうと思った。被害者なんかどうでもいい。私には関係ないことだ。社会に出たいという気持ちはない。社会は私の関心事ではない。と語りました。メディアはピンインを、快楽犯、であると報道しましたが、実はピンインは、本当の犯行動機を話していませんでした。このメディアが言う、快楽犯、は、割と正しいのかもしれません。60人以上を、短い期間でその手にかけるのは、犯行を楽しんでいた可能性もあります。ただ、過去に語ることができなかった、くらい体験があったかもしれません。しかし、ピンインは正真正銘のヤバい人です。どんな理由があろうとも、人の命は価値がつけれないほどに重たいものです。一度でも失うと返ってきません。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。